僕が生まれ育った町では味噌がとても有名でした。なので僕の実家は味噌屋さんになるかなと思ったら全然関係ない電気屋さんでした。そんな苦難を乗り越えて今僕はここに立ってます。なのでみんな毎朝飲んでる味噌汁大事にしましょう。以上、ひめりべんしでした。 Et un melon de ciel.